ジェット・アダム・バンディは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルスのウェスト・ヒルズ地区出身の、プロ野球選手、ウト右ミギウチ、MLB ・ミルウォー・キー・ブルワーズ参加所属。2008年の MLB ドラフト41巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名されたが、契約せずに、アリゾナ大学へ進学した。2011年の MLB ドラフト31巡目で、 ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグ・エンゼルスで、プロデビュー。この年は、パイオニアリーグのルーキー級、オレム・オールズ、a 級アーカンソートラベラーズ、a a 級ソルトレーク・ビーズでもプレーし、4球団合計で50試合に出場して打率。308.5本塁が、32打点、2盗塁の成績を残した。 2012年は AQ インランドエンパイアシックスティシクサーズでプレーし94試合に出場して打率247.7本類が46打点1盗塁の成績を残した2013年は AQ アーカンソーでプレーし78試合に出場して打率241.4本類が28打点の成績を残したオフには アリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。2014年も AQ アーカンソーでプレーし、93試合に出場して打率。250.13本塁打、40打点、に盗塁の成績を残した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために、エンゼルスの40人枠入りした。2015年は開幕から、 トリプル A 級ソルトレークでプレーし、87試合に出場して打率。291.11本塁が60打点の成績を残した。セプテンバーコールアップでのロースター拡大により9月1日にメジャー初昇格を果たした。9月14日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビューの後、2試合目の20日のミネソタツインズ戦ではメジャー初安打を本塁打で飾った。 この年はメジャーでの出番は、この2試合に打席のみであり、打率500.1本類が1打点の成績を残した。2016年は開幕をトリプル A 級ソルトレークで迎えるも5月18日に昇格するとそのままメジャーに定着。この年は70試合に出場して打率234.8本類が25打点1盗塁の成績を残した。 2016年12月13日にマーティン・マルドナード、ドリュー・ギャノンとのトレードでミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。2017年は60試合に出場して打率。207.6本塁打、18打点、1盗塁の成績を残した。2018年5月25日にディエフェとなり、6月1日にマイナー契約で参加のトリプル A 級。 コロラドスプリングススカイソックスへ配属された。ありがとうございます。